こんにちは、ちなです。今日の企画はダイソーで1000円分買ってみました。それでは紹介していきたいと思います。レッツゴー。それでは紹介していきたいと思います。あんまりダイソーで1000円分買うことがないんですけど、結構初めて見たものとかがあったので、それも紹介したいと思います。はい、まず一つ目紹介していきたいと思います。じゃーん、こちらのヒーワーグラムアイシャドウパレット EX01 番です。なんかここのラメが超可愛くて使ってみたいなと思って買ってみました。実際に手に塗ってみたいと思います。まずはこちらの色を塗っていきたいと思います。手につけるとこんな感じで1回で結構つきます。あ、すごい。こんな感じで大粒と小粒のラメが混ざってますね。こっちのラメも気になるので塗ってみたいと思います。ではこんな感じです。こっち、これは結構シルバーっぽくて全部小粒ですね。これも塗ってみたいと思います。あんまりまあここですね、こんな感じです。この色が気になるので最後ここに塗ってみたいと思います。ではこんな感じです。すごい銅色。はい、こんな感じです。8色入ってて100円ですごい安いし、マットも3色入ってのラメも入っているので、多分これでアイメイク完成すると思うし、皆さんも買ってみてください。続いてこちらです。なんか結構 TikTok とかインスタで流行ってたリップスクラブ、シュガースクラブ、角質ケアでちょっとやってみたいなと思ってスクラブを初めて買ってみたんですけど、ちょっとやってみたいと思います。次はネイル系なんですけど、 ST ネイルポリッシュ76です。これは今度親戚とかと海に行くので海っぽいなと思ったこの色を買ってみました。ちなみにこれは200円商品です。続いては私が愛用しているマスクなんですけど、これ本当に結構漏れるんですけど、ダイソーのマスクって耳が痛くなっちゃうと思うんですけど、これは全然痛くならないし、フィット感があるのでお気に入りです。で続いてはこちらなんですけど、最近イヤーカフにハマっていて、2つセットなんですけどこちらを買ってみました。で次はこちらです。青っぽいカラーが可愛くて買いました。でこれはピン、こんな感じのヘアピンになっているので簡単につけられます。で自分の長さに切って使いたいと思います。で次はこちらです。これは初めて見たんですけど、結構海外の方が使っていてやってみたいなと思って買ってみました。結構シカのやつとか種類がいっぱいあったんですけど、私は毛穴ケア肌バランスっていうシミのやつを買いました。でこれは今粉なんですけど、水と混ぜて、これがケースなんですけど、このヘラで混ぜて15分から20分置いてやるやつです。で最後なんですけど、私が大好きなラムネです。このラムネすんごい美味しくて、なんか TikTok で食べてる人がいて、これあんまり売ってないんですけど、まさかのダイソーに売っていたので買ってみました。2つで100円のやつだったのでこの2つを買いました。で今回私がお気に入り楽しみなのはやっぱりこちらです。ちょっと最近肌荒れをしているので、これをちょっと今日の夜やってみたいと思います。で動画が上がったらインスタにも投稿したいと思うので、ぜひチェックしてください。はい、という感じで、ダイソーで1000円分買ってみました。皆さんも気になるのがあったらぜひ買ってみてください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。